皆さん、こんにちは。臨床疑問の構造化について解説します。今日の目標は、臨床研究実施の全体像について説明できること、臨床疑問と臨床研究の関係を説明できること、臨床疑問の分類構造化について説明できることの3つです。まず最初、臨床研究実施の全体像についてあのご説明します、えー。この絵をもう覚えていただければ結構です。 まず皆さんが臨床研究をしようと思った時には最初に研究目的リサーチクエスチョンというものが必要です。そしてこのリサーチクエスチョンに適合した適した形で研究計画書を作ります。またこの研究計画書を倫理委員会で審査してもらってあの倫理的に問題はないか あるいは、特にその個人情報といったようなところに対する配慮はあるのかといったようなところを審査してもらいます。その後でデータを集めて解析して発表します。先ほどの挙げたのはあくまでまあ普通のいわゆる臨床研究の場合ですけれどももしすでに公開されているような論文を扱うとかあるいはあの公的機関が集めているようなあのいわゆるあの統計ですね なんてそのいわゆる倫理審査を使わずともアクセスできるようなデータを用いて研究する場合は倫理審査は不要ですただしその場合でも自分たちが何をするのかということに関するこの研究計画書は間違いなく作る必要があります じゃあ、この研究計画書をどうやって書くのかということについてですが、その研究計画書いきなり書きなさいと言われてもなかなか書けるものではないので、いくつかのステップに分けて書けばいいということが知られています。このレクチャーの中ではですね、この7つあるステップのうちの最初の1番目、疑問を構造化するというところに関して扱っていきます。いいでしょうか。つまり、 臨床研究を実施するためにはまず臨床疑問ありきその後にそれに適した計画書プロトコールを書いて実施していくそういった手順になります続いて臨床疑問さっき挙げたリサーチクエスチョンっていうものはどこから出てくるのかということについてお話ししますさて、えー、皆さん普段臨床疑問いろいろお持ちじゃないかというふうに思います ある調査によりますと、教育病院への入院患者さんを見ていると、1人当たり5つぐらい、あるいは一般外来だと3人に2つぐらいは、あの医師はです、ね、臨床疑問を持っているというふうに言われています。これは別に医師に限らずであの、他の職種ですね、薬剤師さんだったり、看護師さんだったり、理学療法士さんだったり、あのその他ソーシャルワーカーの方だって、いろんな疑問を持ちながら、日々あの、診療に当たっているというふうに思います。 ところで、この疑問を持つっていうことには何かメリットがあるんでしょうかあるんじゃないかということがいくつかの調査で示されてます。一つ研究の例をこれは孫引きになってしまいますけれども、健康なですね、大人にパズルを解いてもらうというふうになったときに、ランダム化比較試験がされてます。どうやったらこのパズル解けるかなっていう疑問を持ちながらやった場合と、俺は解ける、俺は解けると心の中で言い聞かせた場合、なんと疑問を持ちながら、 どうやればいいかというふうに考えながらやった方が50%ぐらい多くのパズルが解けたというふうに言われています。これはあのタイムマネジメントでも出てきたのフローの時にどういうふうにすればうまくなるかって考えながらやりましょうっていう目的意識を持つといったところと相通ずるものがあるんじゃないかと思います。で、この臨床疑問なんですけれども医療従事者として成長していくにあたってこのバックグラウンドクエッション というものを最初は多く持っていてその後フォアグラウンドクエスチョンが増えてくるということが知られていますそれぞれ説明しますとバックグラウンドクエスチョンというのは状態とか検査とか診断の一般的な知識のことですでそれをすごく漠然としたタイプの疑問になりまして一つのそのさっき挙げたような検査とか診断に対する概念に対する疑問です 具体的な例でいくと例えばあの聴診器っていうのはどういう医療機器かというような疑問だったりとかあとは、まあ、肺がんってどんな病気ですかみたいなそういうタイプの疑問です一方でフォアグラウンドクエスションっていうのは臨床判断や行動のための情報を提供してくれるようなスペシフィック特異的な疑問であるというふうにされてますこれは 2つ以上の概念を組み合わせてて構造化されますイメージとしてはこんな感じですこの水色の四角いが皆さんの頭の中にある知識だと思ってください。でその中にバックグラウンドクエスションで分かるような知識がいくつかあるというのが皆さんが、まあ、ある部署で仕事を始めたばかりの時の状態だというふうに思います。 ここから少しずつ経験を積んでいくことによって、あれは何、これは何という部分が徐々に徐々に分かってきて、ただ、最終的に臨床判断としてこれをやるっていうような判断に関わるような疑問というのが、そのバックグラウンドクエッションで分かる知識、概念の組み合わせでもって出てくるということになります。じゃあ、このファーグラウンドクエッションを作るために、その構造化ということを 理解しないといけないんですが難しく考える必要はなくって単に項目ごとに分けて記載するということになりますそうすると整理されて抜けがなくなりますし素早く理解できるというメリットがありますそんなことを言っても構造化なんて普段やってないよというふうに思われるかもしれませんが例えばこれは構造化されたカルテの例になります「症例は?」とか ははとか原病歴はみたいな感じで皆さんもこうサマライズすることがあるあの日々されてるんじゃないかというふうに思います。これであのこういう順番に書くというふうに決まっているとあの皆さんもこう書き抜けがなくなりますしあと他の人がですね後からそのサマリーを見たときにこの患者さんのこの情報を知りたいときにはここを見ればいいみたいなとこもパッと一目瞭然になるわけですね。なので これをあの普通のエッセイのようにずっと書くっていうやり方もあるわけなんですけれどもそれよりは構造化した形でやった方がお互いに情報共有しやすいということはご理解いただけるんじゃないかと思いますじゃあ臨床疑問を構造化するにはどうすればいいかというときにはこの2つの絵で覚えてくださいピコとペコですね左側はピコピコハンマーを意識しておりまして右側がペコちゃんになります えと少し戻ってじゃあその、バックグラウンドクエスチョンとファーグラウンドクエスチョン、どっちに該当しますかということを少しあの具体例でご示しますと、まずこの肺炎、球菌、肺炎ってどんな病気ですかっていう疑問が皆さんどちらになるかわかりますかそうですね、バックグラウンドクエスチョンになります。一方で、 肺炎球菌肺炎の患者さんにペニシリン G を用いた治療をした場合とカルバペネムを用いた治療をした場合で生存率はどうか副作用はどうかコストはどうかみたいな感じで分けて、ね、記載されているとこれがそうですねファーグラウンドクエッションになりますつまりこの肺炎球菌肺炎の患者さんにペニシリン G を行くのかカルバペネムを行くのか、ね、どっちようにしようかという臨床判断に使うような疑問ということになります で、この臨床疑問をですね、解決しようと思ったときにはあの、いきなり臨床研究をやる必要は全くありません。まず、このバックグラウンドクエスションっていうことに関して、一つの概念を知りたいっていうのであれば、まあ、例えば教科書を読むとか、その分野のエキスパートに聞くとか、それこそ、とりあえずなんか検索して、創設にもしくは、ねあの、きちっとした人が書いてそうなブログ記事を読もうとか、そういったのでもいいわけです。 一方で患者さんに直接適用してですね自分がどういうふうな診療をしようかというようなタイプのフォアグラウンドクエスチョンに関してはできたらあ,のある程度しっかりした根拠に基づいてやりたいよねというのが EBM の枠組みです詳しくは以下の本に書いてあったりもするのでもし興味があったらお読みくださいで重要なのは皆さんがこうフォアグラウンドクエスチョンについて調べたけどよく分かんないっていう状況があり得るわけなんですね でそういう時こそ、えーと、まずきちんと調べましょうで。そのきちんと調べるというのがシステマティックレビューになります。少なくともパブメドでなでか適当なワードを入れて調べておしまいではなくって、複数のデータベースで実際あ,のある臨床疑問に対応した文献が今どの程度世界にあの発表されているのか、あるいはあの研究途中なのかといったようなところを調べます。 でそこでもやっぱりここが分かってないんじゃないかっていうのが分かった時に新しく自分でいわゆる一次研究をやっていくということになります。ここまでで皆さん臨床疑問と臨床研究の関係についてですね基本は臨床疑問から始まってでそのうちフォアグラウンドクエスチョンでかつそのパッと調べてすぐに答えが分からないようなタイプのものが リサーチクエスションとして適していて、で、それをまずはシステマティックレビューで明らかにしようというところになりますし、もしその一つの臨床疑問に関するシステマティックレビューがすでにあるのであれば、それを臨床にうまく適用しましょうということになります。続いて臨床疑問の分類と構造化についてです。さっき挙げましたフォアグラウンドクエスション。 というのはピコピコと言いましたけれども、実際には4つぐらいに分けると、ですね量的な研究の土台に落とし込みやすいということが知られています。それが診療の実態、何かの全体に占める割合を知りたいようなタイプの疑問、あるいは検査の有効性、問診だったり、身体所見だったり、他画像とかあの、いわゆる採血検査とか、そういったものの感度や得意度を求めるようなタイプの研究です。でもう1つが 一般的によく疫学研究という名前で行われているような要因と結果に関わるような疑問。最後に、えー、介入の効果ですね、まあ。A というお薬と B というお薬、どっちがいいんだろうかみたいなそういうタイプの疑問になります。よく皆さんが臨床疑問として持たれますけれども、このままでは解決できない疑問というのが、まあ、メカニズムの疑問になります。ね、今実際この患者さんの中で何が起こってるんだろう。 というようよなタイプの疑問ですなんでじゃあこのメカニズムっていうのが厳密には証明できないのかということをちょっと模式図でお示しします。現実に皆さんが見ている患者さんでは何かの事象が起こったあとで結果が起こっているみたいなことが観察されるわけです。でも実際にこの何かが起こった結果が本当にこの患者さんのアウトカムに影響している。例えば ある患者さんががタバコを吸ったことが結果として肺がんにつながっているかということに関して明確に証明しようと思うとこのタバコを吸わなかったとしたら肺がんになってないっていうことが証明できないと因果関係っていうことでは明らかにはなりません。でこの吸わなかったとしたらっていう状況を観察するにはどうすればいいかっていうと皆さん分かりますでしょうか はい、これはですねタイムマシーンで過去に戻ってタバコを吸わないという状態を作らないといけないわけですねでそれはまあ皆さんご存知の通り現実の世界では不可能ですなのである原因がある事象のあ,あるアウトカムに関してある原因が本当に因果関係があるかっていうことは一人の患者さんをずっと見てるだけだとですね証明はできないということになります なので、えーと、メカニズムのタイプの疑問は、フォアグラウンドクエッションにうまく変換する必要があります。例えば、ある肺促線の患者さんを見たときに、この患者さんの肺促線の原因は何なんだろうかって考えたとすると、これはこのままでは解決しません。例えば、肺促線の患者さんの中で悪性腫瘍の合併割合は実際どれぐらいなんだろうかとか、もしくは、 要因と結果の疑問に変えるとするならば施設入所中の認知症患者さんで PS3 以上と2以下を比較した時に肺塞栓症の発症リスクの差はどれぐらいかといったような感じであの変えていかないといけないということがあります。ここまで臨床疑問の分類についてお示ししました。 なぜわざわざ分類するかというと、ここからその臨床疑問をどうやって構造化するかということに関わるからです。で最初に、えー、と構造化の部分をもうお示ししますと、こうなります。さっきピコとペコという話が出てきましたけど、それ以外にピコ T と PO という形で分けておくと理解しやすいかと思います。まず診療の実態の疑問ということに関しては P と O だけですので、population と outcome。 になりますで P に関してはどんなセッティングでどんな症状がある方を分母にするのかっていうことを決めていくことが重要ですまた O については調べようとしている診断ですね分子これをまあゴールドスタンダードとかリファレンススタンダードとかいろいろ呼んだりしますけど要はその本当に知りたい分母と分子の定義は何なのかっていうところをしっかり整理する必要があります例えば ある病院に通院中の肺がん患者さんのうちで、抑うつ症状がある患者さんの割合はどうなのか、みたいな感じです。続いて、計算の有効性に関しては、ピコ t という形で分けます。で、こちらも、ポピュレーションですね。どんな患者さんに検査をするかということで、必ずしも疾患を持ってないかもしれないというところに、で、ポピュレーションというふうに呼びます。あとは、インデックステスト。調べようとしている新たな検査。 コンパラタ、リファレンススタンダード診断を定義する検査アウトカムが診断の結果指標ターゲットコンディションが診断したい状態ということになりますこれ具体例を示すと分かりやすいかと思うんですけど例えば透析を導入された患者さんでインデックステストが視神経症コンパラタリファレンススタンダードが腎臓内科専門医による診察 で持って、T ターゲットコーデは不均衡症候群を診断したいと、でアウトカムとして感度得意度を出します、みたいなそんなタイプの疑問です。続いて、要因と結果、さっきお話ししてたペコの疑問になります。こちらは、例えばそのペーシェントが悪性胸膜中皮脂の患者さんで、PS が良いか悪いかで生存期間はどうか、みたいな感じで分けます。 続いて治療の効果。こちらはまあほとんどさっきの PECO と同じような感じにはなるんですけれども、えーっと、要因ではなくてあくまで治療という形で考えます。例えば、肺血症性 DIC の患者さんにリコンビナントトロンボモジュリンを使った場合と使わなかった場合で生存率はどうなのかみたいなタイプの疑問です。PECO の疑問の場合は簡単なチェックリストがあります。一つが P は o アウトカムの状態にななるるようううでであかかどうかっていうといころが重要です例えばあの子宮頸がんの発症リスクを見たいようなタイプの研究だった時にその研究の P に男性を組み入れるとあんまり意味がないみたいなことになりますよね。でもう一つがこれよくあの抜けることがあるんですけど I と C の対象者を足した時本当に P になってるのかということは注意してみてください。 さて、えーと、今日の目標についてもう一度復習ですけれども、臨床研究実施の全体像について説明できるようになったでしょうか、ね。臨床疑問があって計画書をまず作って、それから研究をやろうということです。臨床疑問と臨床研究の関係を説明できる。ね、皆さんが普段臨床の現場で持っている臨床疑問だからこそ、臨床現場に還元できるような研究ができるということになります。また臨床疑問を バックグラウンド、フォアグラウンドに分類した上で、フォアグラウンドクエッションも4つに分類すると、そうすることによってうまく構造化できます。構造化した後にどういうふうにプロトコルを作っていくのかというのは、これからのワークショップの中でご説明していきますので、引き続きよろしくお願いします。